エドウィン・レイ・ランケスターは、ロンドン生まれのイギリスの動物学者。彼は、ファーストネームのエドウィンを常にい、e、いと略して書いた。レイ・ランケスターは、ロンドンで、これらの蔓延を防止した、医者、博物学者、エドウィン・ランケスターの息子として生まれた。おそらく彼の名は、博物学者、ジョン・レイにちなんでいる。彼の父は、霊教会のためにジョン・レイの記念文集を編纂した。 1855年に、令和、サリーの全寮制学校に通い、1858年に、セントポール校へ進んだ。大学教育は、ケンブリッジ大学のダウニングカレッジと、オックスフォード大学のクライストチャーチで受けた。ダウニングカレッジで5年学んだ後、ジョージ・ロールストーンが着任したためにより良い教育が、受けられると考えた両親の教養で、クライストカレッジへ移った。 1868年に主席で卒業した。彼の教育はウィーン、ライプツヒ、イエーナへの留学で継続した。その後ナポリの海洋研究所で少し研究を行った。エクセターカレッジの研究員になるために試験を受け、学位を取得する前にトマス・ハクスリーの下で学んだ。ランケスターは従って、ハクスリーやベーツ。 ウォレスのような全世代のイギリスの生物学者たちよりも、はるかに良い教育を受けることができた。それでも、彼の父親と、父の友人たちの影響は、同じくらい、重要だった。ハクスリーは、彼の家族の友人であり、ハクスリーを通して、少年だった例は、フッカー、ヘンフリー、クリフォード、ボス、オーウェン、ホーブス、カーペンター、ライエル、マーチソン、ヘンズロー、そして、 ダーウィンと会った。彼は堂々とした風格を持ち、温かみのある人物であった。幼少の頃は、エイブラハムリン・カーンのファンだった。彼の教育活動、振る舞い、他者への励ましは生き生きとしており、力強く、ハクスリーの称賛者として適任だったために、ハクスリーは青年だった、ランケスターを近くで働かせた。しかし個人的にはハクスリーほど洗練されておらず、 しばしば無礼な態度のために敵対者を作った。これは明らかに後半生に悪い影響を与え、彼のキャリアを制限した。ランケスターは脚色されていくつかの小説に登場する。H.G. ウェルズのマリッチに登場するロデリック・ドーバー卿は彼がモデルである。ロバート・ブリフールトのヨーロッパは、ランケスター自身と友人カール・マルクスとの交友を見事に描いている。 また、アーサー・コナン・ドイルのザ・ロスト・ワールドのチャレンジャー教授のモデルと示唆されたこともあった。ただしドイルはエジンバラ大学の生理学教授、ウィリアム・ラザ・フォードをモデルにしたと述べている。ランケスターは生涯独身であった。ランケスターは1873年にオックスフォードのエクセーター・カレッジの会員となった。1869年から1871年の 父の島で、父が創設した、学術式オータリージャーナル・オブ・マイケレスコピケル、サイエンスの共同編集者となった。1874年から1890年まで、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの動物学ジョドレル教授。1891年から1898年まで、オックスフォード大学比較解剖学のリナカー教授。1898年から1907年まで、 大英博物館自然史館の館長を務めた。1875年にロンドン王立協会のフェローに選出された。1884年にはプリマス海洋生物学会を創設した。彼は比較解剖学と進化学の教師、執筆家としても影響力があった。また、原生動物、軟体動物、節足動物の研究を行った。 1907年にナイトに除され、1913年にロンドン王立協会からコプリメダルを受賞した。ユーシエルではウォルター・ウェルドンを教え、ウェルドンは後にユーシエルでランケスターの公認の教授となった。もう一人の特筆すべき学生はアルフレッド・ギブス・ボーンである。ボーンはインド帝国の生物学と教育行政に関わり、 1915から1921年にインドリカ大学院の院長を務めた。ランケスターがリナカー教授としてオックスフォードへ去った後、UCL のグラント博物館はウェルドンの下で発展し続けた。ウェルドンはフランシス・ゴルトン、カール・ピアソンと共に生物測定学の創設者としても有名である。ウェルドンは1899年にランケスターの後を追って、 オックスフォードへ移った。ハクスリーの後、彼に最も影響を与えたのは、ドイツの生物学者、アウグスト・バイスマンであった。バイスマンはラーマルキズムを否定し、進化の主要な原動力として、他の多くの生物学者が、会議的であった時代に、心から自然選択説を支持した。相馬と生殖室の分離というバイスマンのアイディアは、 その重要性が理解されるまでに長い時間がかかった。ランケスターはその重要性を理解した最初の一人であった。ランケスターはバイスマンのエッセイを読んだ後に自然選択を完全に受け入れた。そしてエッセイのいくつかを英語に翻訳した。ランケスターの影響は研究者としてよりも教育者としての方が大きい。エルンストマイヤーはオックスフォードで 選択主義の学派を創設したのは、ランケスターであったと述べた。ウェルドンに加えて、彼の影響は、エドウィング・ウッドリッチと、間接的に、ジュリアン・ハクスリーと彼の弟子たちにまで及んだ。彼は、サウス・ケンジントンで TH、T.H. ハクスリーの同僚として働き、フランシス・バルフォアが若くして死去すると、ハクスリーによって、その後継者に指名された。動物学者として、ランケスターは、 ハクスリーの学派の比較解剖学者であり、カブトガニ特務類の関連を示唆した最初の一人であった。研究生活の大部分は無脊椎動物に向けられた。彼のカブトガニ標本は現在でも U シ l ルのグラント動物学博物館で見ることができる。また彼の詩、TH ハクスリーと同じように、一般読者向けの生物学に関する書籍を数多く表した。 ランケスターの時代には自然史博物館はロンドン近郊のサウスケンジントンに建物を持っていた。しかし財政と運営の問題でそれは大英博物館に従属しており、自然史館の館長も大英博物館の首席司書の部下だった。司書は科学者ではなく、従ってトラブルはいつでも起き得た。この問題は伝統という力によって抑圧されていた科学を解放しようとした。 闘争の一側面であり、オーウェン、フッカー、ハクスリー、ティンダルらとは異なったやり方で、ランケスターは改革を行おうとしたのだと考えることができる。問題はすでに、前任のウィリアム・フラワー卿が死去の直前に官庁を辞し、ランケスターが公認として立候補した時から起きていた。主席秘書で古文書学者だった、エドワード・マウンド・トムソン卿は、 博物館の理事の秘書でもあり、そのために思い通りにことを運べる立場にあった。有能で権力を持っていたトムソンが自然主観を含む博物館全体を支配しようとしていたことを示す確かな証拠がある。30年以上にわたって科学の独立性のための戦いを主導してきたハクスリーはすでにおらず、この問題は若い世代に残されていた。ミッチェル、ポールトン、 ウェルドンらは、ランケスターの主要な支持者で、彼らは共同して、理事会や政府、報道機関に働きかけた。最終的にランケスターは対抗の候補であった、ラザルス・フレッチャーに代わって1898年に、艦長に任命された。対立は、回避不可能だった。タイズ博物館に干渉し、改善の試みを妨害し続けるトムソンと、ランケスターの争いは8年間続いた。 トムソンは60歳で職員に辞職を求めることができるという規約の条項を発見し、トムソンの指示によって1907年にランケスターは辞任した。代わってラザルス・フレッチャーが公認に任命された。新聞はこの問題を大きく取り上げ、ランケスターの処置に対する抗議は海外の動物学者からも行われた。ランケスターにも有力な友人がいたことは、 カンタベリー大司教から多くの退職金が支払われ、翌年彼にナイトの地位が与えられたことからもわかる。この問題はそこで終わらなかった。最終的に自然史館は、まず運営の独立を得て、それから完全に大英博物館から分離された。今日、大英図書館、大英博物館と自然史博物館は異なる、建物を持ち、財政と運営は、 それぞれ完全に独立している。ランケスターは、サフォークに、家族的なつながりがあって、トマス・ハクスリー、サミュエル・レイニや、他の人々と共に、合理主義者のグループのメンバーであった。当時の著名な合理主義者、エドワード・クラッドとも友人だった。1901年から1929年に、死去するまで、イップスウィッチ博物館の名誉館長を務めた。彼は、 旧石器時代以前の人類の道具と、ローストローカレネイツに関する技術の高さを確信するようになり、1910年から1912年のロンドン王立協会でそれらを擁護した。文通を通して、サフォークの戦士学者、ジェームズ・リード・モワを科学的に指導した。また、カール・マルクスの後年の友人であり、彼の葬儀に出席した数少ない人物の一人であった。 1920年代には霊媒師の詐欺を暴露することに熱心だった。一般向けの科学書の著作家としても知られており、長年掲載し続けた新聞のコラムは、Science from ー n e a s y Chair と題されて1910年、1912年に出版された。ランクは、植物の学名で命名者を示す場合に、霊来ケスターを示すのに使われる。 スキャンドブックスオンザインターネットアーカイブありがとうございます。